ではイーグルス11連勝を決めた今日のゲームハイライトで振り返っていきます。先発田中将大、今シーズンここまで3勝を挙げています。チーム11連勝をかけての今日の立ち上がり、ツーアウトと3番の中村奨吾、2球で追い込んだ後最後押せる球、3球三振で立ち上がり3人で終えるピッチングでした。マリン先発、まだ今シーズン勝ちがありません小島で、初回小島の方も3人で終えて2回です。イーグルスは先制のチャンスで黒川、この当たりでセカンドランナー3塁を回ります。先制かと思われましたけども、ドイツとの菅野、素晴らしいバックホームでした。島内ホームタッチアウトで先制ならず。ゲームはこのまま5回に入ります。マリンズがこの回レアード、安田連打でノーアウトランナー2塁1塁チャンスで、ここ山口三振、この後2アウトランナー3塁1塁、スタメンのラストバッター柿沼を迎えます。田中落ち着いていました。柿沼をセンターフライに打ち取ってプロで終えます。その裏です。小島からツーアウト満塁のチャンスを作ります。ワンアウトから連打、それから西川のフォアボール、ここで代打銀次、この当たりがタイムリー内野安打になりました。1点を先制します。銀次代打で今日も仕事をしました。1点を先制するとこの後浅村のところパスボールで2点目、追加点を取ります。5回の裏イーグルスが2点を取りました。さあ7回です。田中はこの回ワンアウトランナー2塁1塁、ヒットとフォアボールでピンチを迎えますけれども、ここは山口のサードゴロ、ダブルプレイ、を出しました。そして8回です。この回先頭のエチェバリア三振、代打藤原追い込んで、最後大きな声を出してのまっすぐ、ツーアウトになって1番の高部も打ち取ります。先に追いました。8回です。その裏です。イーグルスはワンアウトランナー3塁2塁、チャンスで5番のマルモレホス伸びていきました。あと少しでホームランという当たりは2点タイムリーツーベース、4対0追加点を取ります。この後ランナーツーアウトランナー2塁1塁、今日2安打の辰巳、この試合3本目のヒットのタイムリーになりました。5対0、ツーアウトランナー三塁二塁でラストバッターの杉谷にもタイムリーが生まれます。この回集中打5点取りました。杉谷の2点タイムリーヒット、7対0です。ゲームは9回です。完封勝利をかけてここまで球数95球という田中、9回をマウンドに上がります。マリンズの方は2番から始まる高打順、セットバッター菅野をファーストゴロ、高めの三振、ツーアウト。そして最後のバッター4番の佐藤をレフトフライに取ってゲームセット。田中将大の日本では久しぶり、2013年以来の完封勝利。イーグルスは引き分け1つ挟んで11連勝です。